皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらの100円ショップで売られているネイルグラデーションスタンプを使ってネイルデザインを作っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ではベースを塗っていきます。ではライトに入れます。はい、では次にコーラルのお色をパレットに足します。はい、ではこちらをこのポン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 するやつにつけて乗せていきます。一度塗りはうっすらつく感じで大丈夫です。ではライトに入れます。はい、では2度塗り目していきます。ではこちらまたパレットに載せます。ではまたポンポンしていきます。のところを塗っていきます。ポンポンするだけでグラデーションが作られちゃいます。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちらをトップコートで仕上げていきます。
果汁を拭き取って完成です。はい、こちらで完成になります。はい、こちらパーツをつけてみました。パーツもこちら100円ショップで売られているパーツになります。ちょっとつけるだけでも華やかになります。こちらグラデーションが2回グラデーションして3分ぐらいで、全部合わせて全部やって片手で5分ぐらいで終わるデザインになってます。こちらのポンポンするアイテムがあればすぐグラデーションができるので、皆さんもぜひ試してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。